ドラムですね。皆さん、こんばんは。マビノイズ世界へようこそ。野田梨作役、磯っちこと磯村智美です。クラッシュのパン役、ヘリクスゼロ、小野真琴、小野木です。この番組はマビノリの世界の魅力を皆様にお届けするファンタジーライフ系ウェブラジオです。新しい楽しみ方を、ね、見つけましたよ。でも皆さんには聞こえないんじゃないこれ。そうなんです、うん、何も伝わっていないでしょうけども、うん、この何つですか、番組のイントロに合わせてこうデン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 作って ボディードラムみたいな、ドラムみたいな、ね、太鼓みたいなのやってると楽しいです、うん、ぜひ一緒にテンションはね上がるね。確かに上がります。夏っぽい夏っぽいです。夏っぽいです。でも7月はもうあと少し。あ、マジですか。うん、うわー、もう8月に入っちゃうんですよ。あ、じゃあ夏本番ですね、うん、これね。でね、ここにね、お祭りといえば、うん、ね、8月はお祭りがあって、お祭りといえば、うん、カップルがたくさん、カツプルがたくさん、うん、見かけますねって書いてありますけど、見かけますね終わりなんですよね。ね、なんで投げっぱなしにしちゃったんだろうね。構成ののぞみちゃん、これはどういう。カップルといえばあ、なるほど。小石崎島にかけたかったんだ。なるほど。からの、そうですね、小石崎島イベントが復活となんだよ。でもちょっとこの、なんですかね、のぞみちゃんの上から目線といいますか、あの、お祭りでカップルいますけど、あなたたちはカップルいませんよね、みたいな。みたいなニュアンス感じますよ。ねえ、小石崎島で見つければいいんじゃないの、みたいなね。なんだこれ。なんですか、この、勝者のこれはあれですかね。ねえ、なんですか、余裕というやつですか。余裕ですか。諦めですか。なるほど、むしろ心を痛めて帰ったんですね、これね。ありがとうございます、身を削っていただいて。さあ、そんなわけで小石崎島、うん、あなたの運命の相手、ソウルメイトを見つけることができますと。はい。ソウルメイトとは2人だけのロマンティックポイントを貯めることができます。お、そのポイントを貯めることで、うん、飛行アクションを取得できる、うん、飛行アクション、これは愛の逃避行的なことですか。パタパタなんかほら、違う、飛べるってことですね。報酬はアイテムがさ、ハートの翼が増えたじゃない、ね、あのキラキラさ、ハートを舞い散らして、うん、夜の蝶ですよ。出ました、また言いたいだけですね、はい、それね。言いたいだけです。僕の愛の逃避行と同じぐらい言いたいだけですよね、それね。言いたいだけです。あ、いいでしょう、うん。そしてですね、引き続きロナパンサーバー、期間限定の新サーバーですね。うん、また引き続き公開中ですと、はい。ロナパンサーバーでは戦闘経験値やスキル修練、アイテムドロップ率がなんと2倍です。うん、機会にぜひキャラクター育ててください。はい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 、あと抽選であのネクソンポイントが当たる。当たっちゃうよ。初心者卒業記念キャンペーンね。記念またつけたね。これね、記念ですよ、卒業は。まだまだ参加可能ですので、うん、ロナパンサーバーオープン中の、あ、サーバーオープン中のね、今がキャラクターを育てるチャンスということで、ぜひよろしくお願いしますと。はい、ここで最後、心を通わせるほどの親友はいるって書いてあるんですか。また書いてありますね、あえて一部を開けて書いてありますね。なんですかこれ。ソウルメイトいればいいな。でも我々のソウルメイト、ハギ役の下野博さんがまだね、来てくださってないんですよ。あ、そうですよ。8月になっちゃうとね、もうすぐほらドラマ終わっちゃうな。あ、まずい、まずいな。入っちゃうと確かにね。下野さん何してんのかな、ね、まあ知ってるんですけど。そうですね、あれ撮ってるの知ってるんですけど。知っちゃってるんですけど、ね、知ってるんですけど、ちょっとなんか貸してもらえないかな、ね、ちょっとだけね。知らないと思うんですけどね。まあまあまあ、楽しみに待ちましょう。はい、それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。ロナパンラジオスタート。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ。この番組はネクソンの提供でお送りします。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ。NPC プレイシアター。はい、やってまいりました。ゲーム内キャラクターを即興で演じ分け、 NPC プレイシアターのお時間です。本日はイソッチのチャレンジ。バンホールで水車管理の仕事をしている少年、うん、お、新しいね。なんと前回登場したセイマスの息子。あら、遊ぶ時間を削ってまで仕事をしているのは同じ町に住む少女イビーに彼女が好きなものをプレゼントしたいからだとか。ほうほうほう、思わず応援したくなる一途な少年です。ロマンティックポイント、まさにこの親にしてこの子あり。そんな NPC ショーンのセリフを3、2、1、カモン。イビー、少しだけ待っててね。イケてる。でもね、親がさ、はぁっていう。あ、そうだ、あったじゃん、息切れの人だ。 それをね、どこに入れようか迷ったの。でもね、入れようがなかったの。どうしたね、どうしたらいい。いや、これはありますよ。あ、じゃあ、小野番先生、ちょっとやってください。いいですよ、私のショーまで3、2、1、9。イビー、少しだけ待っててね。おお、頭に入れますよ。最後だけちょっと、いい。ちょっ
最後ね、あの活気風でこう締める結果出たぞラジオを聞いてくれている皆さんからのお便りを紹介するマミノジ通信のコーナーです。早速皆さんからのお便りを紹介していきましょう。お願いします。ここはあれなんだね、ボディドラムしないんだね。ボディドラムって何ですか。さっき一番最初にほら あれかタンタン、ここはウンドゥルなんですか。ウンドゥルなんだ。ウンドゥルに合わせられない。ウンドゥルンドゥルンドゥル、あ、いけるいけるいけるしゃあ上がってきたマミノネーム、ポチタマ先生ありがとうポチタマリサちゃんのバッコンマビコンマビ、毎週お二人の放送楽しく聞きます。ありがとう。今回相談がありましてメール送りました。自分普段マミノギで無防備状態の目という目のパーツ使ってるんですが、個性的なパーツのせいか初対面の人には必ず笑われてしまいます、うん、なぜ自分がこのパーツ使ってるかというと、枕を装備して寝てみたり釣りをしてみた時に、うん、見せる表情がとても好きだからです、うん、ですがこの表情を見せるパーツは数少ない上にどれも個性的で、自分以外ではなかなか拝むことができません、うん、なのでネクソンズの皆さん、今ある他の目の、あ、今ある他の目パーツにも、うん、あ、そういうことか、今ある目のパーツの他にもってことですね、うんうんうん、表情違いを楽しめるような改変をしていただけないでしょうか。どうぞお願いしますと。これですよ、じゃん、この目。あー、なるほどね。あ、でも確かにキラキラしてて可愛いね。キラキラの方も可愛いですよね、うん、この雑な感じ最高、こっちのなんならペイントで描けそうなね。ね、うん、いいなこの目と口、うん、うわ、俺こういうのやりたい、こういうキャラ好きだよね、そういう系。そう、こういうのいいっすね。なるほどね。ちょっとまた靴子とは違った形での何か狂気を感じるんですね、うん、いいですね。でもなんかこういうどうなんだろう、表情違いっていうか、うん、今後考えてたりとかは。あ、どうですかね。お、スイカがあります。スイカがある。お、すでに増えている。増えてる。この今この瞬間にも増えていると。増えてる。すごいですね今この瞬間にではないけど、29日のアップデートですよね、うん、この瞬間にも増えてるってことですね。アップデートで増えました。ありがとうございます。 OK、そういうことね。ぜひぜひこれからまた追加のお楽しみにしてください。はい、では次行きましょう。マビのネーム、しまおさんからいただきました。ありがとうございます。イソッチさん、オノパンさん、こんまび。こんまび。毎週オノパンさんと一緒にウンドゥルーと歌いながら楽しく拝聴してます。嘘でしょ。本当にマジで、うん、心の中でこのこれも、うん、これも入れて、ウンドゥルーパカパン、ウンドゥルーパカパンと、ぜひ一緒に。はい、さて、私にはロナパンラジオを聞き始めた頃からずっと気になっていたことがあります。あら、ま、それはどうしてパンのぬいぐるみがないのかということです。あんなにモフっとしていて可愛らしいのですから、モフモフのパンの毛に顔をうずめてみたいと思う方は多いはずです。そんなパンのぬいぐるみがあったらと思わずにはいられませんでした。マビノギはあくまでもオンラインゲームなので製品の物販というのは難しいかと思いますが、来年の10周年記念に向けて一つご検討いただくことはできないでしょうか。ネクソンズの皆様は無理を承知でよろしくお願いします。で、 PS、 なんならパンパカセットでもいいです、買いますっていうことなんですけど、アルパカまでも、うん、あのパペットはね、そうなんですよ、パンあったんだけどね、うん、どうなんですかね、ぬいぐるみ、うん、まあ、大きさにもよりますよこれ。そうですね、サイズね、うん、1分の1パンぬいぐるみ出ました。1分の1もうそれ黒羊ですね。1分の1はそうですよね。あ、検討してくれる、なんと言ってみるもんですね、うん、1分の1は難しいってもう断言されましたけど、ね、もう羊飼うってことですもんね、そうだね、大きさ的にはもうなんか3万円ぐらいだよねきっとでかっすね、ね、リアルなやつだもんね。大変ですからね、うん、もしかしたら今後皆さんにあら、ぬいぐるみ出ちゃう、ねえ、届くかもしれない。ちょっとあれじゃない、あのサンプルとか見て、いやパンもうちょっとこうですよとか、うちらも ね言いたいですよね。鼻もちょっと飛び出してんじゃないですか、 ね、 ね、そうですよ、あのでも尖ってない、小野くんがこうですよって絵描くとまた違った生き物になっちゃうから。そうそう、こんな感じですよ、足太いですね、ボディですよ、ね、目はいつものやつでしょ。そう、目はもういつもの、ね、いつものぐるんぐるんのやつ、ね、いや可愛いパンを作ってほしいですね、これ、ね、うん、お楽しみに、お期待ですね。はい、続いてはこちら、マビのネーム、カオちゃん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。イソッチョのパン、ネクソンズの皆様、のぞみん、こんまびは。のぞみん、マイクの遠いところでね、うん、言ってくれ、拾ってくれるか分かんないですけどね、はい、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。そろそろ9周年イベントも終盤ですね、うん、忍者実装など和テイスト満載でこれとても楽しかったですと、うん、そしてそろそろ次の10周年に向けてあれこれネクソンズの方々はお忙しくなるのではないですか。その節目となる10周年でどうしても叶えてほしい夢があるんです。煽ってく煽ってく、それは、うん、リアルパン
リアルパン出ました。出ました。1分の1よりもっとね、リアルね。え、皆さんゲームを開発しているのにここで羊の育成に入る。はい、お願いします。はいね、あ、でもリアルといってもオノパンの方ではないですよって、うん、パンのぬいぐるみは、そりゃそうでしょ、うん、ちょうど小脇に抱えられるくらいのモフモフのパン。ほう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 、絶対に可愛いです。10周年記念に販売とか考えてもらえませんか。パカとセットならまたかい。さらに可愛いですよね。ぬいぐるみサイズが難しければマスコットサイズで。あー、ちっちゃいなってね、可愛い、ね、カバンなどにつけられるサイズで、パンのお腹を押したらミーとオノパンの声で鳴き、うん、パカのお腹を押したらポップコーン、ドメポコーンとエグパカの声で鳴くんです、うん、いつでもめいめいパカパカとカバンでゆらゆらしているのを想像したら可愛くて可愛くてたまらないです。ぜひぜひご一行くださいませ。パンパカマスコット絶対に可愛いですよ。希望を言うだけならただなので思い切ってメールしました。でも声はいらないかな。ちょっと声いきましょうよ。せっかくならね、押したらない方が可愛い。ない方が可愛い。ない方がってね、ちょっとあれですけどね。ない方がっ、ね、ない方が可愛いっちゃったからちょっと、ね、僕何のためにドラマやってるのか、ね、そう、ね、違うあのぬいぐるみはね、まあ、あのキャラクターとしては、はい、もちろん声あった方が立つしいいんだけれど、ぬいぐるみはさ、ほら、ぬいぐるみとして完結してほしいなみたいなところがあるわけよ。あ、なるほどね。で、なんならあのクリーナーをお腹のところにつけてもらってあのぬいぐるみのクリーナーあるじゃん、キュッキュッてくるやつ、ね、エッチションのやつ、ああいうのでいいかなと思って、ほらマビノディやる人はディスプレイとか、あー、そうそう、綺麗にして、うん、でお腹でこうやってキュッキュッて見たら、ドメポコ、ドメポコ、それ言うのね、それは自分で言っていただいてね。あ、そうね、言っていただいて自分でダメポコって言うからやってもらって、はい、お願いします。でもね、考慮いただけるということなので、ね、なんか多いですね、うん、そんな方がいただけるメールをいただけるのが ね、うん、なのでちょっとこれぜひ期待したいですね。はい、ご視聴の皆様よろしくお願いいたします。はい、10周年に向けて何か考えてますか、ネクソンズ。あ、実際、ね、聞いちゃいます、それ忙しいの実際、ね、実際忙しいんですか、うん、どうなんですか、ネクソンズの皆様は。ちょっと今考えてます。やはりそうですよね、うん、お忙しい中大変かと思いますけれども、ね、そこにスッとですね、ぜひ、あのパンパカ、パンパカのぬいぐるみを、うん、あと声もちょっとね、できればパンパカぬいぐるみ出したいなと思うんで、ちょっと気持ち悪いおっさんの声で恐縮ですけどね。あと江口くんがちょっとパカをまだなんか揺れてたじゃん、キャラ設定がなんかちゃんとしてなんかそうだ、揺れる思いだったあいつ、そうそう、パカに関してなんか急にあれそんなキャラだっけみたいに変わったりとか、ありましたね、ね、こう固めていただいてね、ぜひね、うん、ちょっとこれは待ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、皆さんお便りありがとうございます。これからもどんどん送ってください。以上、マビノリ通信でした。マビノリ、ロナとパンのファンタジーラジオ、アカデミーが思わず言いたくなるようなマビノディ流のオリジナル早口言葉を素早く3回言っていきます。しゃあ、本日のオノパンのチャレンジだよ。いやでもね、オリジナルの早口言葉を言う場合にね、うん、この赤マビノディ、このコーナータイトルをね、ちゃんと言ってみたいんですけど、ね、うん、ちょっと言えないですね。挑戦する早口言葉いいですか、発表しても。なんですか。マビノネームつばさんから、ん、違う、これつばさんさんなんだ。なるほど。つばさんさんからいただいたロンガでよりどりみどりの料理を無料で振る舞うロナリサ。もうそっちがゆっくりでも言えないじゃないですか、うん、これ大丈夫大丈夫。ロンガでよりどりみどりの料理を無料で振る舞うロナリサ。いけるいけるこれって早口ででしょ。そう、長いし。でもこれぜひパンの声で読み上げてほしい。しかもパンかい。パンの方が言いやすいんじゃない。なんだ今日やっべえ日だぞ。パンパン、 やべえ日だぞこれ。パンちょっとかすれているけれど、やばいぞこれ。カスパン、カスパンだ、カスパンだけど、カスパン頼むぞ、おいお願いしますよ。よし、カスパン。じゃあちょっとお水を、うん、お水を一つ。ちょ、これマジでいきますよ。俺マジでいっちゃうんだ。マジになっちゃう。これやばいっすよ。俺どうした。消息滑舌ちょっと披露しちゃいますよ。マジでやっちゃいます。お願いします。こんなね、ワンコーナーで、ね、心意気を見せていただいちゃう。はい、それではこのパン早口言葉まで3秒前、3、2、1、どうぞ。なんかにめめ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 め坊主が屏風で坊主の絵を描いたが、記憶はないですけどね。もうどこまで言ってたかよく分からなかった。そうですね、まあまあ93点ですかね。ヨナパンラジオ恋先島イベント復活企画、出るから負けよ胸キュンセリフ対決。現在ですね、今年の2月に実施されたですね、ええ、恋先島イベントが復活中です、ね、
小石崎島ではパートナーと一緒にミニゲームを遊ぶことでロマンティックポイントを貯めることができて、ポイントが貯まることで2人で空を飛ぶことができるようになります。そこで今回は恋にまつわる企画で対決していきます。お、今から胸にキュンとくる甘いセリフが書かれたカードを引き、相手に向かって真剣に演技をしていきます。2回言ったね。照れたり笑ったりせずにセリフを言い切ることができれば、うん、ワンロマンティックポイントプレゼント、うん、さらに相手を恥ずかしがらせてにやつかせることができればもうワンポイントロマンティックポイントゲットできますと。でもただし今回は真剣なロマンティックな演技だけを求めていますので、うん、笑ってしまったり、こいつ恥ずかしがって面白の方向に逃げたんじゃんっていう風にスタッフさんが判断した場合は相手に1ポイントが入ります。マジでちょっとやめてくださいよ、ね、何が楽しいんですかそんな。これ楽しい、ちょっと楽しくない企画になっちゃうけど、やばいですって。こういうのはさ、なんか我々みたいなキャラクターよりも、うん、キャラクターよりも、まあ、早見翔さんみたいなさ、もうなんだろう、滑らない声ってあるじゃないですか。 ああいう方の企画ですよこういうのは。そうですね、ね、はい、我々がやってもなんか、はあ、みたいな感じじゃないですか、ね、感じになっちゃいますよこれ、ね、いいんですか、ね、いいんですか、いいんですか、ロマンティック止まらないですよこれ、いいんですか、ね、マジ本当ですよ、誰か止めてってなりますよ、止めてってなっちゃいますよ、ね、いいんですか、本当ですよ、いいんですか、大丈夫ですか、いいでしょ、大丈夫です大丈夫ですよって投げられたよ行きますか、やっていくか。さあ、まあ罰ゲームがね、こういうさ時こそさ、あの地声すげえ可愛く生まれたかったと思うよね。なるほど、うん、いやいや、そっちあるじゃないですか。ないよないよ、いいですね、ないよ、そんなもの。やっぱあるんですか罰ゲームは。マジであります、あるんですか、うん、ああ嫌ですね。嫌ですよね、もう私に今優しさをくれてるのは優しいムニチャしかないんだけど。ああ、なんか今話題らしいですね、うん、それ喉に優しいという、わかりました引いていきましょう。さあ時間をいくら稼ごうとね、はい、はい、始まります。え、私からなの、引いちゃったけどなんかそんな感じになってますね、うん、はい、さあじゃあいそっち、おい、ちょっと待って確認します。はい、私このコーナーを潰す自信がある、どうしよう、オノパンどうしよう、はい、しかもこれね、オノパン、あのね、うん、なんか一発勝負って書いてあって、うん、なんか噛んだりしても多分そのまま、うん、ってことですよね。やばいっす、大丈夫ですか、うん、いっちゃいますよ、じゃあそうなんだろう、なんでこんなに恥ずかしい、嫌なんだろうなんだろう。さあじゃあ、はい、そっち、はい、さあやばいやばいと言っていたそのセリフですけれども、うん、言っていただきましょう、うん、何の面白みもないけど言ってみます。いそっちのマジ演技まで3、2、1、アクション。私やっとこの世に生まれてきた意味が分かったの。たった一人のあなたに出会うためだったんだね。こんな広い世界で私たちが出会えた奇跡に感謝しなきゃね。空気が欲しい。ねえ、辛いよねこれ。なんだろう、なんだろう。NPC のお父さんを。お父さん。お父さんやった方がいいよ。そう、こぼれたとこうやって話すんだ。なんで揉んでんの。ね、左胸なんで揉んでんの。やばいこれ。心臓マッサージ。やばいこれ。辛いよこれ。いや、なんでしょうこれ。辛い、やばい。いやでもね、これある意味僕刺さってますよこれ。マジで。つまり刺さってますこれ。つまり刺さってる。うわー。おすげえ、小野さんが、ええ、これ何、全然耐えられなかったので、はい、2ポイント、やったー、そういうことですよね、つまりやったー、ありがとうございます。もう全然ね、でもこれね、私辛くて、はい、もう悲しくて帰りたい、はい、今どうしよう帰りたいよお母さん。あのこれ娘こんな仕事してるんだよちゃい、これって高生ののぞみちゃんの力作、多分そうだよマジか、これ二重に恥ずかしい。そう、のぞみちゃんが考えてるって思うとまたさ来ちゃうんだよね。これ俺読めない多分、うん、やべえ、ちょっと、でもね、勝負ですから戦いましょう。私ムニちゃん飲みながら聞くよ。いいでしょそんなさあ行きましょう。なっげえな、嘘だろ。さあ引きました。これはやばいな、やばいな、行きますか。お、来い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 、はい、来い来い。じゃあ私のカモン私のロマンスが止まらないセリフまで3、2、1、9。ああ、綺麗な夜景だね。数えきれないほどあるこの輝きの中に、もし君が紛れてしまったとしても、僕は君という名の輝きを
すぐに見つけることができるだろう。もう二度と君を失ったりしないよ。出ました、出ました。お疲れ様です、はい、お疲れ様です、はい、特に僕がやったようなリアクションもないですね。次行きましょうかね。これはひどいですね。いや、そっち、これはひどいですね。耐えたのでワンポイント、はい、まあ、耐えたとかじゃないですけど、もはや反応しないというだけですかね。違うんだよ、私ね、分かったんだけど、可愛い女の子に言われた方が照れるかも、はい、だからあんまね、はい、なんだろう、男子のセリフ聞いてニヤニヤすることない、はい、まあ、今更ですよね、もう、うん、それここで言う時点でもう今更ですよね。もうかなりのイニチアシブを握っていると言ってもイニチアシブをね、そう、過言ではない、はい、チアシブの方に言ってください、はいはい、これ辛いな、まだやるの、いやいやいや、もう、もういいじゃん、もう勝負ついたよこれ。そうですね、もうね、うん、もう私たちがあとはもう命を削って悲しくなるだけ。そうですね。もういつか行きますよ、はい、イゾッチのロマンティックセリバル3219。愛情に年齢の壁はないわ。お互いに愛し合っていれば、あなたが何歳だろうと私には関係がないの。だからたとえ周りから何を言われようとも。え、あそこで終わり、はい、終わりです。ここやべ、でもなんか俺なんかほっこりしてる。そう、ほっこりするでしょ。俺なんかほっこりしてる、うん、あれ、これは耐えたのとはまた別の形、ちょっと別の形別の形で何か来てしまっている。 笑わせてもいないっていう、やばいぞ、やばいぞ。でもワンポイント、あ、ワンポイント、よし、よかった、ありがとうございます、よかった。なんかいいですね今の、なんだろう、なんか、ね、なんかムカつくけどなんかいい。年齢設定よくわからないけど諭してる系のね、なんかいいな、なんだよ、ハートフルコミュニケーション、ね、そうですよ、うん、来ましたよ。さあ行きましょう。お、小野パン先生、しゃ、これ何、俺のもじゃもじゃ食べてみるとか来た。なるほどね、うん、なるほどね。どうなんだった、こう来ましたか。お、どう来ました。じゃあなんか笑っちゃってる。俺笑っちゃうんだよな。俺笑っちゃったらもうその時点でもう負けですもんね。うん、わかんな、わかりました、行きましょう。さあ行きましょう。ほい、もう振りもないですね。あ、じゃあ行きましょう。3、2、1、すいませんね、手弱みたいなことになっちゃってすいませんね。もう手弱ちょうどです。はい、さあ行きましょう。3、2、おい、聞くぞ。8、1、はい、9、おい、聞くぞ。じゃあ、楽しい時間を過ごせる人はたくさんいるけど、悲しい時、苦しい時に一緒にいたいと思えるのは君だけなんだ。こんな気持ち初めて、これが愛なんだね。のぞみちゃんがもう始まった瞬間からないわっていう顔してたよ。したどうしちゃったの、真剣にやるのに疲れちゃった。天の上によくわからないという、うんうん、一番やっちゃいけない感じになっちゃいましたけど、その含め自分でしなきゃいけないっていう、どうしちゃったの。受けに走ったのでこれはダメっていうことですね。いや待ってください、あの受けも狙ってないです。だからいいんじゃないですか、これ受けは狙ってないです。ダメです、もうダメですよ。ダメです、もうさあ、もういいですか、もういいですか、もういいですか、終わりました、もういいですか。よーし、じゃあ結果発表だぞ。今回の結果はよし、イソッチが4ポイント、オノパン1ポイントということで私の勝ちです。イエーイ、あー、これやったやった。これでね、今日ね、あのね、はっきり言って、はい、罰ゲームまでやったら、うん、もう次回来ませんよ。どういうことどういうことですか。一体どういうことですか、それは。お家帰っちゃうよ。なるほど、帰ったまんまってことですね。帰ったまんまになっちゃう。よかった、頼むよ、オノパン。じゃあ罰ゲームはね、エンディング後ですからね。何やるのかな、はい、うわー、もうマジ勘弁してくださいよ。まあまあ、じゃあエンディングまでね、お楽しみしてください。はい、以上、照れたら負けよ胸キュンセリフ対決でした。マミノギロナとパンのファンタジーラジオ、ここでマミノギからのお知らせですが、さあ来ました、今度も絶好調ですね。ネクソンズのネクモの仲間、
しくお願いいたします。慣れてらっしゃいますね。磯崎さん大丈夫ですか？大丈夫です。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あれなぜ僕の方にねぎらいがない？いや、野野さんもお疲れ様。社内のファンでお伝えします。そうだよ、社内のファンいらっしゃるんですよ。お二人ともいらっしゃいますよ。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。完全に。はい、じゃあ、告知の方させていただきます。よろしくお願いします。はい、この番組の配信の翌日7月31日からサマーイベント第2弾、第1弾が、ね、小石崎島なんですけど、はい、第2弾としてスイカ割りインビーチが開催されます。いいね、うん、こちらの方ですね、まあ文字通りスイカを割って割って割りまくるイベントになるんですけども、うん、まあ、こちらの方の報酬として、まあ、いろんな水着、夏らしい水着がゲットできますので、来ました。くつこ、水着を来ましたね。割るしかないよ。割りましょう。うん、ぜひゲットしていただいて夏を満喫していただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で、サマーイベント第1弾の小石島の方も、うん、まあ、引き続き実施しておりますので、うん、こちらの方ミニゲーム等いろいろありますので、こちらの方もぜひ参加してください。はい、はい、楽しみに。以上、マビノギからのお知らせでした。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールをお待ちしてます。マビノギの感想、僕たちパーソナリティのメッセージ、質問など普通のお便りもお待ちしてます。どんどん送ってください。メールを読まれた方にはマビノギのゲームで使用できる番組オリジナルタイトル、ロナパンラジオリスナーをプレゼントします。欲しい方はメールアドレスも忘れずにお願いしますね。ゲットした方はゲーム内でもバンバン使って広めちゃってください。はい、そっち、はい、僕は気づいてますよ。なんすか？ですね、前回の、はい、エンディングのこの入りとね、はい、今回とねテンションが全然違います。びっくりするほど違います。違うでしょ。なんでそんな明るいんだっていうぐらいね、もう心が軽くなったんでしょうね。もうね、解放されましたね。はい、あ、全然関係ないけど、この間、別の現場で杉田さんにお会いして、なんかまた呼んでくれよって言われたの、このラジオに。でプロフェッサー J でももう何かピックアップされること今後 ないけどあれって思って。でも来たいって言ってくれたんですか？言ってた。行くよ、俺暇だからって。暇じゃねえだろ。本当かよって。嘘だろっていう。ねえ、うわ、そう言っていただけるの本当に嬉しいですね。まあ確かに小野くんがいなかったんだよね、うん、あの杉田さん来ていただいた時って。はい、残念でした。だからね、あ、今3人が揃うね、ここに事務所のなんか上下関係も見れるんだって思うと、私はすごく3人でやってみたい。はい、でもそうですよね、うん、ぜひちょっとお呼びしたいですけど、ね、何かの折にね、もしタイミングが合えば、ねね、金役だ、ね、またどんどん金させて、金させて、いろんなフックで、ね、呼べるようにして、ぜひね、お待ちしております。はい、いではですね、今回のマビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオはここまで。お相手は磯村智美と小野木でした。バイバイ、バイバイ。このまま終わり、終わり、あ、罰ゲーム、罰ゲームやるよ、お楽しみに。それでは罰ゲームの時間です。今回の罰ゲームはカードを引いたセリフではなくて、まあ、お題のシチュエーションでオリジナルのキュンキュンセリフをですね、本気で言ってもらいます。カード引かして、カード、のぞみちゃんまだ2個あるでしょう。シチュエーションなんですけど、10年来の幼なじみに今の関係からもう一歩進んで恋人になろうっていう告白をする時のセリフ。これまたなんすか、恋先島的なことですか？そう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 、終了の音が鳴るまでね、やり続けてください。なるほど、いいいい、整った。今の関係からもう一歩進むと、うん、今の関係、今の関係もちょっと分かりました、加味していただいて。分かりました。はい、行きましょう。それでは罰ゲームスタート。いやー、いや、幼馴染。ちょっと待って待って待って。ちょっと待って待って、名前つけて。つけます。うん。いや。望み望み。いや、望み。望み。俺たち。俺たちほら、今のゼウスと天使っていう関係からもう一歩進もうじゃないか。俺がゼウスでお前が天使。主従関係。だけど。もういいんじゃないか。お前が、あ、お前が人様の恋のキューピッド、恋のキューピッドするのはもう今日で終わりだ。なぜなら俺がお前のハートを射止めてやるからだぜ。射止めてやるからだぜ、ウス。しゃ、これけ、あれならない。
そうだな、俺はゼウス。うまく言ってやった感が出たのにならなかった。俺はゼウス、神だ。俺が神ということは、お前は、天使。俺だけの天使。そう、マイスイートエンジェル、信代。なんだっけ、なんで望み。なんで大山さん出てきちゃったの。大山さん出てきちゃったよ。俺は望みだけを、一生フォーエバーフォーエバーラブ。Thank you。しゃ、バイバイ。もう逃げるように。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ。この番組はネクソンの提供でお送りしました。